今回の動画はこちらのコンバースのデニムのスニーカーをご紹介していきたいと思います。日本企画でね、久々にかっこいいの出ましたね。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらコンバースの、ね、スニーカーをご紹介していきたいと思います。まあブーツやらスニーカーやらね、紹介することの多い僕なんですけども、コンバース今まで何回もご紹介してると思うんですが、いつもアディクトとかね、あとは買ってよかったものとかでもご紹介した CT70 とか海外企画のものが多かったんですけども、今回はね日本企画のコンバースをご紹介していきたいと思います。でしかもね、こうアッパーがデニムのスニーカーになっていまして、結構面白いんです。このねスニーカーを開けるときは一番楽しいというか、なんか入り方がすごいことになってる。こんな細いねローカット入れるような箱にハイカットが入ってるからぺちゃんこになってますね。まあもう速攻開けちゃうんですけども、こちらですね、こんな感じでね、少しねウォッシュのかかったインディゴのデニムの、そんなコンバースのうるさになっております。少しね経年変化したような加工がされていて、まあ古着とかとも合わせやすいと思いますし、これからの季節だとねリッキーズとかそのチノパンとかそういったものともねすごく相性がいいかなっていうふうに思ったのでね、購入してみたんですけど、思った以上にねこう風合いとかすごく良かったので、夏のスニーカーどうしようかなとか、そういう方いたらね、よかったら参考になれば幸いです。あとはね CT70 とかともね少し比較してみようかなと思います。っていう感じで早速ね商品紹介いきたいと思います。今ね靴紐通してみたんだけど、めちゃくちゃかっこいい。こんな感じ。これがね商品名のオールスター US エイジドデニムハイというものになってまして、価格がね 14,300円になっております。少しねやっぱお値段は張ってしまうんですけども、それなりのねクオリティとこだわりが感じられるね雰囲気のあるスニーカーだと思います。でサイズの展開なんですけども、3から11ハーフまでありまして、だいたい22センチから30センチの展開とね幅広く、女性のサイズだったりとか、かなりね足のサイズが大きい方、僕の視聴者の方にもねいらっしゃる声を聞いたことあるんですけど、そういった方でもね入るかなっていうふうに思います。で色展開はこちらの一色のねエイジドブルーというカラー一色の展開になってます。特徴としましては、こちら US オリジネータスペックを搭載したオールスターの素材のアレンジモデルになっていまして、ヴィンテージデニムをモチーフに洗いの加工とブリーチの加工を施して、インディゴが経年変化したような色合いのデニムがアッパーのこちらの部分にね採用されているアイテムになります。だからこのアッパーの素材に関してはね、もう普通にデニムですよね。デニムパンツを加工する時の加工を施してあるので、このハトメの部分とかね、すごく当たりが出てたりとか、かなり面白い作りになってますね。これはなんだろうね、ハトメつけてから洗ったのかな、そんな感じのね雰囲気が醸し出されております。あとはこちらのシューレースに関しても6ミリ幅のねコットンシューレースでできていまして、こうアッパーとね同色のシューレースも付属しております。まあこんな感じ。このネイビーのねインディゴカラーと同色のものもあるので、こっちのカラーが好きな人はねこっちつけてもいいかなっていうふうに思います。あとはですね、こちらのノッチ付きのアンクルパッチにツヤ出しの加工が施されたね木なりのテープも特徴的になってます。全体的にねツヤがあるようなテカリというかな、そんな加工がされているので、よくね量販店さんとかで売られているようなコンバースとはね一線を画すような、まあ CT70 とかねこういう風なツヤがあるのが特徴なんですけど、それと同じような加工がされてます。あとはこのハトメに関してもね、かなり光沢が強かったりとかするんですけど、これなんかもね使っていくうちに少し鈍くなってきて、雰囲気がねマッチしていくのかなっていう風に思いますね。あとはインソールに関してもですね、クッション性に優れた高密度ウレタンフォームと、あとはラバースポンジのインソール、トゥースプリングを低めに設定したクラシックなシルエットのラストなど、US オリジネーターのスペックになっております。ヒールラベルとインソールに関しては、ね、US オリジネーターのロゴが入っている、そんなアイテムになっております。でその US オリジネーターって言葉が、ね、何回か出てきてると思うんですけども、 US オリジネーターっていうのは、ね、2013年から展開するコンバースの、ね、原点とも言える古き良きアメリカンヴィンテージテイストを追求したコレクションになってまして、普通の量販店さんとねさっき言ったような内容のものと少し異なるという部分が多くあるモデルがね存在しています。まあ、さっき言ったこのラバーソールの艶出しの加工だったりとか、コットンシュレースの使用、デッドストックさながらのね風合いというか、こうなんていうのか、もうパッと見ね古着屋さんに置いてあるデッドストックかなみたいな雰囲気があるような、そんなモデルになっているのが特徴かなというふうに思います。まあ、なんで日本企画だったりとかの中でもねいろいろあるよみたいな、アディクトとか US オリジネーターとか、あとは普通のねインラインのまあ 5,6 千円くらいで買えるコンバースのオールスターとかね、いろいろありますが、ちょっとねハイエンドのラインだなっていうふうに思っていただけると簡単に理解できるかなというふうに思います。であとはね、さっき言った海外企画のね CT70 を今持ってきてるんですけども、こんな感じの
の違いがありますね。トゥーパッチのテカリなんかはね、だいぶ似てるかなっていうふうに思うんですけども、まあ、面積の部分だったりとか、形はまあパッと見はわからないかもしれないんですけども、まあ、なんかこっちの CT70 のがね、こうパキッとした印象というか、生地的な問題もあるんですけども、このね、アッパーのところの甲の高さだったりとか、そういったところがね、まあ、日本人の方にどうかされてるのか、もしくは古いね、コンバースを模してるのか、かなり低めのデザインになっているので、高高の方なんかはね、だいぶこっちはね、緩めて履かないと厳しいのかなっていうふうに思いますね。クッション性とかそういったものはね、両方ともかなりね、ふかふかしてるので、量販店さんとかで買ってるオールスターとかが足裏痛くても履きたくないなみたいな人はね、この US オリジネーターとか CT70 が手内に入らないって人もね、結構おすすめだと思いますので、よかったらチェックしてみてください。っていう感じでね、ちょっと履いてみたいと思います。はい、着用してみました。こんな感じですね。今ね、こうちょっとテーパードの効いたチノ素材のスラックスで合わせているんですけども、こんな感じ。もっとね、ラフさとかアメカジ感を出したいんであれば、普通にやっぱりね、ワイドストレートのチノパンだったりとか、スッと落ちたようなね、パンツと合わせてあげてもいいと思うんですけども、まあ、綺麗めにね、カジュアルに使いたいっていう感じだったら、こういう風なスラックスタイプなものと合わせてあげても、もちろんね、外しのアイテムとしてね、こういうコンバースのオールスターすごく使いやすいと思いますので、かなりおすすめです。何より色の相性がいいですよね。やっぱチノとこのデニム。まあ、こんな感じ。感じになってます。でシルエットもね、やっぱりこの甲のところの低さ、そこが目立ちますので、ペタッとしたね、印象というかシルエットのところが特徴かと思います。やっぱコットンシューレースのところもね、この細さというか通常ラインとはね、また違うような雰囲気がね、ここでかなり出てると思いますので、こういったところもお気に入りのポイントになります。あとは履き心地なんですけども、ヒールのところをね中心に足裏全体にクッション性をすごく感じますので、長時間履いててもね、すごくね歩きやすいと思います。まあ、これからの季節だとショーツとかそういったものと合わせてあげてもいいと思いますし、ラフにねチノパンとかワークパンツ、そういったものともね相性はもちろんいいと思いますので、かなりおすすめです。個人的にはね、デニムオンデニムはちょっとレベル高いかなっていうふうには思いますね。特にこのライトインディゴのカラーのねデニムとかをしちゃうと、足がもうのっぺりーとしちゃいますので、まあ、そこだけ要注意なのかなというふうなところは思います。あとは黒のパンツとかもそこまで相性は良くないのかなっていうふうに思うので、逆にアースカラー系のね、こういうふうなカラーだったりとか、カーキブラウンとか、そういったものとね合わせてあげた方が調子はいいのかなっていうふうに思います。あとは気なりのカラーとかね、パンツでも増えてきてると思うので、まあ、そういったねちょっと明るめのカラーで季節感を取り入れつつ、このデニムのスニーカーでね少し外してあげるとか、そういう遊びもありだと思います。ちょっと画角変えてね、もっと寄りで撮ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。結構やっぱりね、この甲のところの低さのところがね、すごく分かりやすいかと思います。あとはね、デニムのエイジング具合というか、ヒールのねこの部分とかも当たりが出てますし、あとはこのハトメのところですね、こういったところの細かいディティールがすごくかっこいいです。でステッチに関してはね、きなりというかベージュというか、そういったねカラーになってますので、パキッとね浮きすぎてない感じがね、そういったところもまた憎らしいような、そんなデザインです。ただソールのところのテープだったりとか、トゥーのところ、このテカリとかね、そういったところも雰囲気を感じられるようなねポイントになってるかと思います。うん、かっこいい。この角度やばいね。はい、そんなスニーカーです。っていう感じで、今回はこちらのデニム生地のコンバースをご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、アディクトの紹介がね、割と多いんですけども、こういう風な US オリジネーターのモデルだったりとか、あとは CT なんかもね、海外の旅行とかもそろそろ行こうかなっていう風に思ってるんでね、今後もコンバース大好きでね、もうほぼ趣味とかしておりますので、趣味動画の方よろしくお願いします。通常のコンバースとね、結構差別化しやすいアイテムだと思いますし、古着だったりとかワーク系のアイテムをね、主軸としてコーディネートを組んでる方にもね、とても使い回しがしやすいアイテムだと思いますので、特にこのデニムの素材とかね、たまに出てたは出てたと思うんですけど、こういう風なライトインディゴのモデルというか、経年変化、こういう風なウォッシュをしたようなモデルっていうのはね、なんか見たことないなってね、僕は思ったので、結構面白いアイテムだと思います。っていう感じで、今回の動画が良かった、参考になった等ありましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。